BDS バイクセンサーチャンネルをご覧の皆さん、そして BDS 会員店の皆さん、こんにちは。 BDS テクニカルスクールの井田と申します。今日はですね、バイクセンサー、 BDS バイクセンサーを運営する株式会社 BDS、 毎週オークションをやっておりまして、そちらの中にですね、プレミアムオークションというものがあるんですけれども、珍しい車両がやっぱり入ってくるんですね。ですので、せっかくですので皆さんにちょっとね、紹介したいと思います。はい。で、こちらがちょっとまずね、最初に紹介した車両になるんですけれども、GS の750という鈴木の、もう7班ですよね。昔の1970年代後半、77年とかそれくらいに出たオートバイだと思うんですけれども、こんなに綺麗な形で、もうまず形になってて、もう今にも動き出しそうな、こういう状態で残ってるってなかなかないですからね。そういった旧車好きにはたまらないオートバイ、こういった車両がプレミアムオークションに出てたりするんですね。で、あとはですね、もう一台ありまして、もう一台が、私はどちらかというとこういう方が好きなんですけどね、ヤマハの R7 です。今現行の R7 ではなくて、1999年に出た、もうレースのために作った世界で500台限定のオートバイがプレミアムオークションに出ております。非常に綺麗で、こちらももう現存してるだけでもう価値があるというか、非常に珍しいモデルになってます。だって世界で500台ですからね。で、ほとんどがレースに使われてて、ちゃんと形にこうやってね、残ってるものって、これも相当レアですよ。なかなかね、もう買いたくても買えない、ね、もうそういった車両がこちら今回も、出ております。はい。いろいろね、気になっちゃいますけど、お、皆さん好きそうなバイクありますよ。ゼファーの750。私、ゼファーシリーズで一番好きなの、デザイン的には750が好きなんですよ。一番 Z っぽいっていうかね、エンジンのデザインとかフレームのデザインとかで、これだいぶ綺麗ですけれども、ほぼほぼノーマルな形 で、そしてちょっとね、ブレーキ周りとかはメッシュホースになってたりとか、あとグリップヒーターついてたりとかしますけれども、こういった状態の車両ってなかなかないですからね。で、タンクとかってやっぱり結構乗るとこの辺傷ついたりするんですけども、あんまりそれも目立たないと、ね、こんな綺麗な車両がまだあるんですね、うん、で、こういった車両をBDS のオークションで落札したら、落札したお店がこれを今度商品化するためにまた必要な部分を回収してくださる。タイヤ交換したりですとか、チェーン変えたりとか、でお客さんと相談しながら場合によってはカスタムしたりとかっていう形の、このベースのマシンですけれども、かなり綺麗なんで、まあ、これはなかなかね、本当に珍しいんじゃないですかね。はい。あとですね、見つけちゃいました。見つけちゃった。これ好きな方は好きなんじゃないですか。ドリーム50、ドリーム50ねって皆さん思うかもしれないんですけど、これすごいんですよ。何がすごいって、未使用車、新車当時の状態で長く眠ってたんですね。ですからメーター見ると1キロいってないです。本当にね、こうやって押したり引いたりしてるだけで、距離計が動いてるだけなんで、もうすごいですよね。で、バイクとしてもね、度肝抜かれたんですよ。当時やっぱり縦置きのこの 50cc のオートバイってあんまなくて、 50cc で DOHC で4バルブですよ。で、ベースのエンジンとしては昔の CB50 系のね、エンジンをベースにして、今風というか点火系ですが、いろいろね、アレンジして、こういった形になってますけれども、未使用車っていうのが今でもあるんですね。ちょっとワクワクしますよね。まあ、ここがやっぱり、ね、BDS オークションのすごいところだと思いますね。私働いてるなんですけれども、驚くとかいうかね、こんなのあるんだって。で、そういったのもあります。あとはやっぱり外せない車両って言ったら、みんな大好き、ね、Z シリーズって言ったら Z1 でしょってところじゃないですかね。こちらの車両、Z シリーズも私ね、そんな詳しくはないですけれども、いろいろあるんですけれども、そのノーマル風な車両で程度がいいものってやっぱりどんどん年々減っていくんですよね。ですけれども、こちらは細かいところを言うと、いじってはね、もちろんあると思うんですけれども、
完成者として、まあ、これベースとしてさらにあのクオリティを上げていくっていうね、あの仕上げててもいいと思うんですね。あとは自分好みにカスタマイズしてもいいと思うんですけども、やっぱりこのノーマルの雰囲気がよく出てるっていうこういった車両、これもなかなかもう少ないですよね。はい、いろいろね情報ありますけれども、こういった車両をあの、まあ、毎週水曜日BDS のオークションに集まってですね、検査員の人が BDS の独自のですね検査企画で検査して、その評価点をつけたものっていうものがこういったところに並んでるんですね。でこれを、まあ、注文が入ってる、もしくは商品化これからするよっていうお店が、まあ、BDS の加盟店の方が買って仕上げていくと。ですのでもし気になる車両とか前から欲しいよっていう車両がもしある方は、あのぜひね、あのバイクセンサーやってる、BDS バイクセンサーやってるお店は BDS のバイクオークションの加盟店ですので、そういったところにご相談いただければ掘り出し物あるかもしれませんからね。これ言っとかないと他の人買われちゃいますので、ぜひねこれどうしても欲しいとか、こういった車両あの探してるんだっていうのをあのご相談いただいて、ぜひお店の方に足運んでいただければこういったオークションで探してくれますので、あの直接ね皆さんがあの、まあ、一般ユーザーの方が買うことはできないんですけれども、バイク屋さんのお願いすれば買うことできますので、ぜひですね、あのバイクセンサー、BDS バイクセンサーの加盟店にご相談いただいて、で、あの探していただきたいと思います。はい、ということで、プレミアムオークションね、ちょっと気になる車両、紹介でした。ありがとうございました。